バカなんじゃないの？多少、今も感じる重圧？に対しては、どうしてもそんな声。一応は通りそうな感覚は、多少の希望ではあるのだけど、この程度の歪みが今も、完全には直せない？のは絶望的ではある。彼らは、普通の人、お探し王の権威も、あるいは中華思想の皇帝も無視して、何かの暴走をし続けたのだ。それを制御し、自身の理想を具現化せん。そんな人はいません。それは、最初からわかっている答え。魔王を倒せば世界は平和になります。レベルの、士官はともかくそういう事態ではあった？のだけど。安直に、バカか？はふと出てしまうが、それが極論か、ゴブリン化していき、死刑宣告レベルの加害へ、それは踏み込んだのだ。そう思うと再び迷宮の中だ。シンプルに、頭が悪かった、人々に、罵倒された日々。